福井放送株式会社は福井県を放送対象地域とする中波放送事業とテレビジョン放送事業を兼営している特定地上機関放送事業者である。略称は FBC。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。筆頭株主は不動産賃貸会社の加藤ビルで発行済み株式の36%を保有する。その他、 メディアの大株主としては、日本テレビ放送網が第2位で9.2%を、朝日新聞社が第3位で8.9%を保有する。福井新聞とも、一般財団法人福井カルチャーセンターを共同運営するなど、実務上では関係が深い面もあるが、株主上位10位に名を連ねておらず、強い資本関係ではないと言えよう。これは、同社が、 福井県内の有志のみで設立したものの、福井新聞は当初 FBC には一部ニュースを提供しただけで事実上全くの無関係であり、その後 FBC が経営危機に陥った際、FBC 取締役で福井県織物組合理事長を務めた加藤ビルディングの加藤直が社長となったと同時に、初めて加藤が報道面などで、 福井新聞との協力体制を取り付けたことによるものである。したがって FBC は資本面では福井新聞系列とは言えず現在も筆頭株主である加藤ビルディングの実質ファミリー企業と見るべきだろう。板垣の旧社屋の地主も加藤ビルディングであった。以前は朝日新聞社が第二位を占めていたが日本テレビ放送網が資本参加するようになると 資本増強によって順位は逆転している。しかしながら、読売新聞グループ本社や、テレビ朝日との資本関係は、今日に至るまで一切ない。なお、福井新聞の本社自体は、福井放送の端向かいにある。しかし資本関係としては、競合局である、福井テレビジョン放送の方が深い。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2006年3月31日2冊とも非売品であるが公立図書館に検本されている。ネットワークは JRN と NRN のクロスネット。放送時間は月曜0時4時のメンテナンスタイムを除く24時間放送。 月曜以外は5時を1日の起点としている。FBC ラジオの天気予報では、石川県加賀地方、京都府北部地方、滋賀県北部の予報も流れることがある。開局当時は完全自主編成。このため、レコード音楽ばかり垂れ流してしのいでいたという。その後、番組編成面で、朝日放送の支援を受け、同局の相当数の番組がネットされる。 このため、福井放送は、朝日系の放送局に位置づけられることがある。1953年2月、北陸放送、北日本放送との間で、東名阪でのナショナルスポンサー獲得、番組プログラム共有などを目的とした、ラジオ、北陸連盟を設立。開局直後、福井新聞社の政経部長であった、山谷親平が、放送部長として入社。 1956年から1963年まで日本初の生ワイド番組おはようみなさんのパーソナリティを担当。なお、ラジオ番組の喋り手という意味のパーソナリティを日本で初めて名乗った人物はこの番組における三夜であるという説がある。FBC ラジオは FBC ラジオセンターが担当部署大和田ラジオ本舗という愛称がある。これは 本社移転翌年の2002年2002年7月に FBC ラジオ放送50周年になるのを記念して制定された。大和田というのは FBC の新社屋がある福井市大和田に由来し、本舗というのはまさにラジオの老舗ということからこれからも長く県民に愛されるようにと付けられた名前である。また現在社屋が建っている土地はかつて FBC の ラジオ送信書があった土地であり、大和田にはそのような意味も込められている。フロアは本写真社屋の2階、技術部の隣にある。2005年春にはお耳にかかって3年目と銘打ち、3を耳に見立てた全面広告を出した。ただし2020年4月現在では公式 HP でも使用を確認できない。ラジオセンターには制作、営業などのスタッフが集約され、 ラジオ放送を中心に活動している。また、ラジオセンターで独立採算を取っていることが特徴である。また、ラジオセンター専属アナウンサーもいる。定時ニュースおよびニュースボックスでは、全国のニュースは、朝日新聞ニュースを、県内のニュースは、自社の FBC ニュースを放送している。両位ドン。や、午後はとことん、よろずやラジオなどの一部の番組では、 北陸三県のラジオ局では、唯一各新聞のラジオ欄において、見出しを書いている。ベリカードは、以前は、越前ガにを模したものを発行していたが、一定の発行中止期間を経て、現在は、FBC の社屋と星座の形をした福井県の地形を模したデザインのカードを発行している。受信報告書は、テレビラジオともに技術局管理部にて受け付けている。 スポット CM は5秒程度の短いものから60秒にわたるロングバージョンも存在する。また、FBC テレビの番組の宣伝スポットが流れることもある。なお、FBC ラジオセンターの電話番号下4桁は0864であり、零北における周波数 864kHz にちなんでいる。また、ラジオカーへメートのナンバープレートは864。 である。元気一番、午後はとことんワイド終了後、皆様お聞きの放送は、大和田ラジオ本舗、FBC ラジオです。この後も、FBC ラジオの番組でお過ごしくださいとのコールが、入る。FBC の会員制ウェブサイト、ピントンクラブに登録すると、毎週月曜日に FBC ラジオの番組やイベントに、関する情報が、メールマガジンにて配信される。 FBC ラジオを含む民放ラジオ6局はラジコ .jp のサイマル配信に新たに参加し実用化試験配信を開始。福井県内のみ PC やスマートフォンから FBC ラジオを聴取することができる。2015年7月1日にラジコ .jp プレミアムの配信を開始。現在過去詳細は公式サイトの FBC ラジオ番組一覧あるいは ラジオ番組表を参照。平日土曜日日曜日記載名は制作局または制作会社を表す。生番組1989年4月以降は NNNNNS 系列主体でアン系列とのクロスネット体制となっている。同年3月31日までは NNNNNS 単独加盟だったが、翌4月1日からアンにも加盟した。 平成新曲開局ブーム等でクロスネット局が減少する時代にフルネット局からクロスネット化された唯一の民放テレビ局でもある。案に関しては現在クロスネット局が番組供給部門の対象から外れているため、編成は日本テレビ系列の番組が中心である。当時の日本テレビ系列に入った理由は諸説あるが、 開局当時すでに隣の石川県で北陸放送が開局しており JNA の系列に入っていたため MRO との競合を避けるために日本テレビ系列に入ったと言われている。なお、福井放送50年の歩みには当初ラジオ東京系列入りが有力であったと記されている。テレビ朝日系列の番組もハトリ新一モーニングショー朝だ生です旅サラダなどが スポンサー付けでネットされてはいるものの、数は決して多くはなく、しかもこれらの源流となった番組は NNS 単独加盟時代から系列外の立場でネットしていたものである。スポンサーの関係上、県内に系列局のない TBS 系列やテレビ、東京系列の番組も一部放送されているが、TBS 系列番組は減少傾向にあり、加盟系列である。 日本テレビ系列番組、テレビ朝日系列番組がほとんどを占めるようになってきている。NNN 主体で、アンとのクロスネットということもあって、昼のニュースは、NNN とアンの2種類が放送されておりから、NNN ストレートニュースを、11時45分から、アンニュースを、それぞれ放送、昼間は2回違う種類の全国ニュースを視聴できる。また、株主構成に、 朝日新聞が名を連ねていることもあって、かつて日曜日夕方のアンニュースレーダーを朝日の冠番組として放送していたこともあった。2006年5月に福井テレビ NHK 福井放送局とともに地上デジタル放送を開始した。こちらは2001年の社屋新築に際してデジタル放送対応の設備へ更新された。主に自然災害、重大事件、 事故など第三次の発生時など、緊急性や重要性の高いニュースが放送される場合、その時間帯に放送されている、または予定されていた番組を中断、休止して、日テレニュース24をフィラーとして特別番組を放送するが、案の報道特別番組は、基本的に放送されない傾向にある。1990年4月のテレビ金沢開局まで、 NNN の石川県加賀地方のニュース取材と、ズームイン、朝、の生中継を担当した。2011年7月24日のアナログ放送終了まで専用アンテナがあれば石川県加賀地方でも視聴できていた。詳細は公式サイトの FBC テレビ番組一覧あるいはテレビ番組表を参照。ネットワークの移り変わり編成の特徴ゴールデン。 プライムタイムに関しては、土曜21時21時54分枠が、テレビ朝日制作の、木曜ドラマ、土曜22時22時54分枠がテレビ、朝日水曜21時枠刑事ドラマのテレビ、朝日系番組の遅れネット枠となっている以外、日本テレビ系の番組となっている。金曜十九時、土曜十三時三十分、日曜十三時十五分のローカル枠三枠も、含め、 加盟系列以外の他系列番組への差し替えは行っていない。日本テレビ系番組の中でも、現在 FBC テレビにおいて、日ネット遅れネットの代表的な一例として、土曜日21.22時代、平日の8時10時25分、土曜日8時9時25分の時間帯などが挙げられる。このうち土曜21.22時代の差し替えについては、 一部の系列局でも同様な差し替えが行われていた時期もあったものの、後に唯一 FBC で行われるのみとなった。また、平日、土曜日の8.9時台は、はとりしモーニングショー、朝だ。生です旅サラダをネットしているため、日本テレビ制作、すっきり、読売テレビ制作、ウェイクアップは、非ネットである。このような編成は、山梨放送でも行われている。 福井県全域においては、ケーブルテレビへの加入で、南越前町を除く霊北では、北陸朝日放送、峰南及び南越前町では朝日放送テレビが、視聴できる。その一方、FBC テレビは、報道部門の関係で、それ以外のテレビ朝日系一般番組についても、最低限のネット保証を受けている。その関係から上述のクロスネット体制を続けており、 日本テレビ系の情報番組やバラエティなどは同系列フルネット局と比較するとネット比率が少なくなっている。TBS 系番組のネット受けは TBS テレビ制作の下国上受験人生最高レストラン日曜劇場の計3本のみで他の TBS 系列局制作番組は編成されていない。24時間テレビ放送時の対応24時間テレビ 基本的に通常通りの放送を行っているが、パート6はローカル枠のため、福井放送を含むほとんどのつぼねで、各局別に自社差し替えを行使している。パート6の一部時間帯には、アンニュースを放送しているが、全編がローカル枠となっていないパートであるパート1から5.7から10はいずれも、日本テレビと同時ネットとしている。福井ローカルでのチャリティー企画は、 福井放送の社屋横に所在するフェアモール福井を会場として行う。24時間テレビ放送当日の FBC ラジオ土曜スペシャルでは24時間テレビ特集と題して募金の告知などを行う。番組の終盤では県内の協賛各社がすべて読み上げられる。本局リモコンキー ID。 NNN 系列のリモコンキー ID 地図地上デジタル放送のリモコンキー ID は NNN 案で唯一の7。一般的にはテレビ、東京系列の放送局で使われる番号であるがクロスネットに配慮して本来のメインネットである NNN で一般的な4案で一般的な5自社のアナログチャンネルであった11などといった番号を選択せず 隣接各府県と重ならない番号を選択した。実際には、FBC 自身も 7CH のアナログ中継局を、いくつか有していたので、無縁の番号だったわけではない。中継局ハイビジョン、福井放送のハイビジョン中継者かつて全国ニュースで、FBC のニュース素材が放送される場合、NNN ニュースでは、標準画質映像、アンニュースでは NTT 中継回線の他に、 安読時の IPHD 伝送システムを設置しているため、ハイビジョン映像で放映された。後に、NNN 回線も2009年8月までに HD 回線に更新され、同年9月2日に開催された、福井県営球場の巨人 VS 横浜線では、FBC 技術協力でハイビジョン中継を行った。2008年12月27日より、フィラーとして、 日テレニュース24をエンディング後に放送を始め終日放送となった。なお EPG では夜は放送終了後5分程度、朝は放送開始前10分程度のみ設定されているが、ほとんどの地震機器では夜のみ放送終了後から朝まで日テレニュース24夜の視聴中に限り EPG の時間帯が変更される。 FBC 福屋放送テレビ送信書電パトウ2011年7月24日で終了した時点のもの。ふと字は字幕放送。自社制作番組詳細は公式サイトの FBC テレビ番組一覧あるいはテレビ番組表を参照。日本テレビ系列番組テレビ朝日系列番組、その他の番組過去に放送した番組自社制作番組テレビ朝日系列。 TBS 系列、他テレビ、東京系列他富士テレビ系列他その他、特記人物以外は報道制作局制作、アナウンス部。太字は現在 FBC に出演している人物。男性女性次に記載した人物は FBC アナウンサーページに記載があるパーソナリティやフリーアナウンサーである。FBC テレビは天気予報のみを放送する番組に多彩なタイトルをつけている。 石川県の旧加賀ケーブルテレビでアナログ放送を2011年7月24日まで実施。設立時にテレビ金沢が開局していたもののアナログ放送の個別受信が可能な地域であった。旧加賀ケーブルテレビのサービス終了以後、区域外再放送は行われていない。ありがとうございます。